ックでは新型カムリの3つあるグレードのうちの最上級モデル、こちらレザーパッケージの紹介をしていきましょう。もうご覧の通り一番違うのはこのシートですね、シートがレザー仕上げになっているということ。センター部はパンチングレザーですね、そして、ただレザー仕上げというだけではなく、ここにですねステッチが入っているのお分かりいただけますよね。でこのレザーとステッチの組み合わせがカムリ全体の標準装備になっている。こうしたところの加色とデザイン性の統一を持たせてあるわけですね。その他ではですね、この防眩ミラーです、自動防眩ミラーですね、助手席のシートも電動式になっています。さらにナビゲーションシステムが標準装備されているということもレザーパッケージの大きな特徴です。価格は380万円になりますので、ナビゲーションも含めて考えればまたまたレザーパッケージ結構お得かなとこういう感じがします。ではスタートします。先ほどの G グレードと比べるとね、このシートがレザーになっていること、まあ、一目瞭然ですよね。で中央のあたりはパンチングレザーになっていて、通気性に対する配慮もしてあるわけです。ただこうレザーのこう表面の滑りの部分があるのでね、なんとなく体全体をしっとりと包み込むようなねフィット感という意味では、むしろG グレードのファブリックの方が上かなと、まあ、このあたりは見た目の好みにも応用るかなというふうに思います。もちろん走りの基本性能は G グレードもこちらのフェザーパッケージも一緒ですね。装着しているタイヤもどちらも 215-55R17 を装備しています。でカムリのやはり基本性能としてタイヤの使い方が非常に上手なんですよね。 FF っていうと普通フロントタイヤが主役でね、なんかリアおまけみたいな、そんな感じがするんですけど、実際にはそうではなくてですね、ちゃんと特にこの車の場合にはねリアも仕事をしていると。例えばこうコーナーに入っていくときにフロントが向きを変えた、もう次の瞬間にはリアがグッとこう踏ん張ってね、四輪で、路面を掴む実感をドライバーまで伝えてくれると。こうした感覚というのはスポーツカーならずとも後席に乗っている方にとってもこう安心感につながるだけに、実は結構重要な要素なのではないかなというふうに思います。それから新型カムリ、空力にすごいこだわっていることも実は特徴なんですよ。こう外観を見るとどうしてと思われるかもしれませんよね。結構ボクシーな車だし、外から見る限りは空力的なね構成要素みたいの全く目立たないので、そんな感じがするんですが、実はね目立たないとこう結構真面目にやってます。床下を流れる空気を可能な限りスムーズに後ろまで導いていくと、これも当然ですよね。なおかつですね、その床下を流れる空気を一番最後で、垂直のねフィンを立てて、その空気を直進性の向上にも利用してるんですね。こんなことやってるファミリーカー普通はありませんよ。やはりハイブリッドですのでね、空力を良くすることによって少しでも燃費を稼ぎたいというのはもちろんあるわけなんですが、単純に空気抵抗を減らすだけではなく、そうした直進安定性と関わるようなところにまで、きちんとこだわっていると。これはこういうところすごく評価したいですね。あと一つ実はですね、ミラーのあたりに秘密のアイテムもついています。これは実は結構な
アイデアもんで、操縦の安定性にを向上に、かなり役立つと、これすいません言われています。これ確かめようがないんですね。これ外した車に乗って、あるいはつけた車に乗って確かめれば分かるかもしれませんけど、確かめようはないんですけど、エンジニアによると相当操縦安定性の向上に効いているということでした。こう乗ってみて、やはり新型カムリ、ただの快適なねファミリーカーじゃ終わらないぞみたいな、こうエンジニアの少しね、こだわりみたいなものをこう感じさせてくれる車でした。さて、いかがでしたでしょうか、新型カムリ。新しいカムリ、こう走りのこうスポーティーさもちょっとね、塩加減みたいな感じで、織り交ぜたあたり、僕は結構お気に入りました。ただこの車そうなんですけど、従来モデルもそうなんです、いい車なんですけど、いかんせん存在感がないんでね、こうメディアをこう賑わすのも最初だけってことになってしまいますので、どうぞ皆さん忘れないでください。結構マジおすすめ、いい車です。ですので、大きくてゆったり乗れて、快適で、しかも最高級サルーンほど高くなくて、ちょっと走りのスパイスも効いたという車、興味ある方ね、いらっしゃいましたら実際乗ってみるといいです。